ダンス好きな子はいますか？おお、マジすごい。少年家族です。あ、トラがね、はい、今日もキャッツの相方のね、ツッコミの方がトラツッコミなんですね。あ、もうお帰りになりますか。あ、そうですか、はい、今日もちょっと映ったということでね。さあ、それではオープニング行ってみましょう。はい、はい、あれ、いるんですか今日。今日いますか。あ、いますね、はい、あ、いますよ、はい、あ、いたんだ、はい、裏目ひひ何回目ですかそれも。でも一番大きい声でしたね今までの中。大きかったよ声が。よく聞こえた。声が声が声が大きいで褒められると、まあ4歳児じゃねえんだから。バブー。お。あれどうしました。はい、どうしました。地元吸着番組。進め。トヨタ少年家族 4321。 はい、ということでね、じゃあ早速 VTR 行ってみましょうかね。はい、はい、あ、今日はあるんですかね、はい、さあ今日はあるんでしょうか。え、今まで VTR 流れたの何回流れました。まだ1回だけです。だからあの最後に挨拶しながら逃げたやつですよね、泥棒の。そう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 、泥棒が捕まった。あの後行ってるんだよね。もう2回行きました、ね、2回行ってる。じゃあ今日は誰から行くから。はい、はい、じゃあ私から行きましょう。はい、いい人いいこと、いっぱいあるんですね。嬉しかったことたくさんありますね。出ますよ、もう出ますね。じゃあ VTR 行ってみ。トヨタ市いいこといい人嬉しかったことニュース、西山公園あゆさんラスト1着をゲット。こちら現場のトヨタ市西山公園です。最近あった嬉しかったことは何ですか。ゆいとのこのアウターなんですが、ラスト1個をゲットできたことです。ゆいとくん気に入ってますか。以上、突っ張られました。現場からお伝えしました。いい音鳴ってたね今。トヨタ市いいこといい人嬉しかったことニュース、朝日が丘大型3資格試験に合格。こちら現場のトヨタ市朝日が丘です。最近あった嬉しかったことは何ですか。品質管理検定に合格したことです。あ、何かお祝いはされましたか。お祝い、夫が美味しいスイーツに連れて行ってくれと言ってました。それはもう実行されましたか。まだです。以上、現場からお伝えしました。実行されましたか。トヨタ市いいこといい人嬉しかったことニュース、平戸橋町 N 橋さん自転車で遠くまで行けるように。こちら現場のトヨタ市平戸橋町です。最近あった嬉しかったことは何ですか。長男のコータが自転車で遠くまでお出かけできるようになったことです。お、それではコータくん自転車お願いします。おお、すごいすごい、いけた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 。あれ、あ、こじょりつけて、かわいい。やじーじゃあ次。以上、現場からお伝えしました。 OK。 危ないですからね。引っ張らしになると最後ちょっと気になりますが、大丈夫だ、大丈夫だ、確かに。あの後はね、ええ、あの後が面白かったんだけど、俺が回せなかったのよ。それがものすごく悔しかったの。月岡走ってって帰ってきたら、はい、本当に死ぬんじゃないかと思うくらい息が切れて。子供より月山さんの方が危ない。危ない。危ない。なんかさ、はい、
嬉しかったことニュースって本当ちっちゃくていいよね。いいですね。ちっちゃくていいよね。だってこの子のアウターの最後の一着が買えましたって。あとやっぱ子供がねまだ全然ありがたみが分かってない。ゆいとくん気に入ってますか？ちょっとためがあったのよ。さあじゃあ次は、はい、はい、じゃあ黒田くん、はい、ありがとうございます、はい、おいでん祭りへの道ホミ団地編。さあ前回は、はい、前回はもういいとこで終わった。いいとこで本当だよ。俺の後どうなったの？遠ばきり学校ってどういうネタだよ。ということで VTR 行ってみりん。おはようございます。キャッツの黒田です。皆様体調は大丈夫でしょうか？前回ですねあの EAS というあのブラジル人の学校があるんですけども、まあそこのちょっと様子見というか朝一でこうまあ忍び込むじゃないですけどちょっと外から様子見たりとか、あとはあの絡んだことある子どもたちとかが登校中の時に会ったりしたん でそこでちょっとお話しして学校に突入しようと思ったんですけども、うん、あの中をちょっと撮影の許可が下りなかったので日を改めてアポを取りましてですね、まあ、今回ちょっと撮影していいということなので改めてやってみました。 EAS に前回、ね、はい、ついにあのアポ取って突入する時が来たんですけども、まあ、やっぱりちょっと今学校普通にあの授業中というか営業時間中なので営業じゃん、まあ、ちょっとした休憩時間に合間縫ってあの子供たちにちょっとコミュニケーション取りながらあの祭りに興味があるかどうか聞いていきたいと思います。ちょっと小ぶりな、はい、うん、まあ、ポッとこう、ちっちゃい子たちがやっぱサッカーやってるね。やっぱサッカーやってるんですよ。やっぱサッカーやってるね。かわいいですね。子供が手を振ってくれましたね。これはなんかウェルカムな空気があるんじゃないかって、うん、すいません、よろしくお願いします。あ、これあの校長先生ですね。校長先生、はい、この白いシャツ、はい、校長先生、生徒はその誰でもいいみたいで、それで、あ、この子がって言ったら校長先生で、この子がって言ったら本当結構得るかも。なんか卒業式みたいな。卒業式、そうなんです。アルバムの日で2月にも、そうなんだ。ちょっとこの真面目にやってる曲をこんにちは。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 お祭りってわかる？小学生。あ、小学生だ。わかる？女の子が多いね。おいでんフェスティバルわかる？おいでんフェスティバル。おいでん祭りわかる？聞いたことない。もう他のクラスも行くし、ちょっとみんなで集まってブラジルのみんなで。ちょっと全然伝わってなくて何言ってるか分かった。リアクションありがとうね。とりあえずなんかダンス好きな子がいそうなのは分かりました。いそうだよ。ありがとうって全然そう、まあ、明るい感じなのですけどね。明るかったか、はい、ちょっと何言ってんだこいつみたいな。あ、誰だ、前はまず誰だ、まあ名乗ってもちょっと分かんないかもしれないですけど、うん、こんにちは。ありがとう、こんにちは。ここは小さい子たち、うん、どっかです。かわいい。飛行機乗ってここに来たの。飛行機の人間じゃないよ。え、もしかして天才？なんかね、というか天才じゃないけど。ダンサー好き？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 好きです。お、上手ですね。はい、はい、はい。はい、サンキュー。バイバイ、楽しかった。はい。可愛かったです。小さすぎた。幼稚園。踊るとかじゃない。保育園のクラスって書いてもね。こんにちは。こんにちは。小学校低学年。ダンス好きな子は同じぐらいだと思う。健康好きダンサー。おお、マジすごい。みんな好きだ。おいでフェスティバル知ってる人いますか？Você já participou, sabe, ali na estação ali de Toyota X? Ele está procurando alguém. Será que alguém? Curiosidade. Oh, 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 oh. Obrigado. Oh, sim, sim. Nicola. Dança skin Nicola. Hikari? Ah, Hikari, né? Hikari. Que legal. Hikari. Obrigado. Bom, hoje é 友達, né?
Ella maneja, vocês já são amigos, né? Amigo. Amigo. Ah, legal. Que legal. Sim, sim. いい感触だったね。は中学生か。いいですか。すみません。こんにちは。おお。ダンス好き。入れてくれるんだ。ダンス好き。ダンス好き。ファミリー、ファミリー、ファミリー。ダンス好き。オッケー、オッケー。守ってください。ああ。オッケー、オッケー。ちょっと踊ってみます。これは使いながら。ダンス、守ってます。ダンス。おお。スイスイス。あ、おお。ファミリー、ファミリー。モノスダンサー、ダンサー。おお。オッケー。スイスイスイス。アミゴ。オーディアンフェスティバル。スイ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 。アミゴ。あ、ノー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 。スイ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 。ダンスダンス。ちょっとやがってる。バモスダンサー？な、いけないいけない。オーディアンフェスティバル。アミゴ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 。オーケー。アミゴ。また来ます。アディオス。I love you。ありがとうございました。ありがとうございました。踊るの好き。あ、好き。あ、なんか好きそうな子がいました。そうそう。でもやっぱり恥ずかしいからちょっと。そうそうそう。だからちょっとまた来させてもらって、なんか1回、もう1回、2回、3回と。お願いします。はい。いやー、ついに潜入しましたね。もう温かく迎え入れていただいて、まあいきなり仲良くなれる子もいれば、まだちょっと恥ずかしいとか、うん、こいつなんだって思われて出る子もいたんで、またクラスによって来てもいいということなので、何回か来て仲良くなって、でもう多分3チームぐらいいけるんじゃないか。3チーム4チーム、すごい人数いますから、あの全校生と。ありがとうございました。しっかり挨拶、かなり感謝が、ようやく入れた、ようやく入れた感謝と感じがね。そうです。やっぱり女の子は本当にダンス好きだった仲が多かったんで、はい。でも学校自体は生徒たちが恋伝祭に出るってことは、はい、いいことだなっていうふうに先生たちも思ってくれて、思ってくれてんだ。ああ、それはいいね。はい、そう、なんかあんまりそういう話がなんか今まで来なかったから、なんかちょっと嬉しそうな感じはありましたね。ああ、本当。ああ、いいね。さあ、じゃあそろそろ我々もね、行くね。ついにですか。はい、ゴミ団地の集会所。あ、集会所とか、はい、みたいなところで美穂先生の、はい、ダンス講習会、ダンス講習会からまあアピールとしてはね、オックスマートの前あたりで、はい、やっぱデモンストレーションはやっぱやった方がいいんじゃないですか。ああ、なるほどなるほど、うん、だから通りがかりの方たちに見ていただくための路上でやるみたいな、路上でやるやつ講習会と路上パフォーマンスと、はい、まあそれでプラス学校か学校かぐらいの感じでね。そうですね。黒田は踊れるの？僕はあんま今覚えてる最中。覚えてる多分何もやってないんだろうと思う。覚えてる最中ね。幽霊は踊れるの？あ、はい。ポニー福本町っていうのが、はい、あります。これ前も言ってた前も言ってた見たくないですか？あ、僕ですか？はい、見たくないです。あ、ダメ。はい、次の VTR は、はい、はい、じゃあお母さん、はい、トヨタ根性写真。今日はどっかからこっちに移築されてっていう、でもその場所行ったことあるんですけど、それがそこに移築されてることは全然知らなかったので、はい、まあ一緒に見てください。うまいですね、はい、気になります、すごい、はい、気になる。VTR いってみりん。今じゃお願いします。はい。なんだ、分かるんですか、これは。ちょっと薪がいっぱい映ってます。なんか火を、火ですよね、これ。どこですか？釜？釜？でも釜ってすげーテンション上がってた。花田美穂ちゃんが行きたい、おばらの方の。あ、おばらの方の前行った。釜とか、あとどこにあるんですか、全然わかんない。釜、釜で検索。ちょっとね、トヨタカッコ釜。ああ、なるほど。はい。そうか、釜。あ、やっぱり検索したんだ。したら上り釜っていうのが引っかかったんだ。ちょっと寝ちゃってください。はい。で、そこにとりあえず民芸館に行ってみましょう。はい。で、なぜ急いでいるかというか、はい、夕方の閉館だ。閉館なんですね。あ、20分前。あ、急いでまた。急いでますね。
登ったり走ったり大変です。そうだよね。これがまたアポらしだから。そうなんですよ。カメラもよろしいでしょうか。そう、時間ないのに。カメラもよろしい。伝言ゲーム。よろしいですか、一緒に。この写真って館長さんですか。長野っぽいんですけど、はい、でも今と全然様相が違うんですよ。この家具が違う。この壁、この柱もないですし、はい、定的です。違うのか。これ火をなんか使ってるんで、なんとなくこれ火っぽくないですかね。でわかんないですけど、これが温度でしょ。そうかなと思ったんですよ。温度のメーターでしょ。これか。うん、ここが釜。ここが釜なんでしょ。でこれがあれ、お供えしてる。そう、なんかおみきみたいなものが置いてあるんですよね。可能性はでも。あるかもしれないよね。屋根がなかった向こう側に薪を置いて、薪を置いて。これは今どこにあるの？今そこの下に、下の。今見れるんですか？見れますよ。あ、じゃあこれ。え、ここにあるの？ね、それです。あ、これ？全然違うでしょ。だからこれはでも後から。似てるんですけど、なんか違うんですね。釜はこれだと、登り釜ですね。登り釜、穴釜っていうらしいです。あ、これも移築なんだ。移築されたんですって。多分ここから取ってる。この位置ぐらいから取ってて。なるほどなるほど。あ、その場所に立ってみたと。上の方から望むような感じで、はい、で、ここが釜の入り口で、多分この建物っていうか、この屋根とかももっともっと後に作られたと思うんで。多分この釜の場所とこの位置は変わってないとすると、ここで、ここ多分ここから撮った感じですよね。そっから見るとやっぱりだからいろんなことがあってそうな感じ。昭和50年代の頃と比べるとかなり変わってると思うんですよね。だから僕たちも見ても分かんない。なるほど、いろいろ考察が。レンガのあたりに3人ちょっとこう人が指でも刺すので、またちょっとこのお三人をちょっと真似して、この辺でちょっとこう集まってきてくださって、ここなんでちょうど3人いたんで。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。あ、どうだ、あ、釜の位置がこれで、ああ微妙。あ、でも薪が右の方になんか、あ、今はそっちにあるんですよ ね。前は多分後ろに全部薪が。なるほど、はい。移動されたんですもんね、場所自体も。だから釜だけが多分あの高崎の卸、今のトヨタの卸売市場を作る時になんか発掘されたかなんかで、それを民芸館の方に移築して作って、今でもあれで作ってるんですよ。ああ、実際まだ実際使ってるんですか。はい、使ってる。はい、ということでね、あ、僕のは今日は流れるんですかね。はい、あ、はい、よう心配にはなるね。心配してます。さあ、じゃあ続いては、はい、はい、みほ、はい、トヨタひまわりフェスプロジェクト。今週は今までちょっと進めてなかったところが流れるのではないでしょうか。うん、なるほど、はいはい、ということで VTR いってみりん。今日はそうだな、そのお父さんがずっとひまわり畑を作ってる時からずっと言ってた、あ、まんじゅう。まんじゅうをちょっと作れないかどうか、ちょっと執着心あるやっていけたらなと。名物って言ったらまんじゅうじゃん。なんか有名なとこだと、まあまあ、温泉まんじゅうから始まりさ、あたり。まんじゅうがないとやっぱりね。どこ行くの？ちょっと和菓子屋さんをちょっと攻めようかなと。なるほど。取材ができるかどうか、ね、まず行きます。エントリー1番。風外。風外、こんにちは。あ、すいません、私スメトヨタ少年家族という番組に出演している松田美穂と申します。あ、そうです、本店が今番組のロケをしてまして。皆さん、ありがとうございます。
大丈夫でした。こういう感じ久しぶりだった。食べること覚えちゃったね。ありがとうございます。ここの風来さんとも何かおまんじゅう的な、なんか和菓子的なものでひまわりと絡めて何かコラボができないかなっていう。アスケの本店の方、ああはい、そう、社長、社長がね、いますので、はい、もしもし、お電話変わりました。今日だと14時ぐらいだったらっていうことですよね。なるほど。これからちょっとお電話をしていこうかなと思うんですけど、高校生の時の部活の先輩、もともとサックスを演奏されていた方で、そのサックスを使ったパフォーマンスと、あとちょっとした大道芸、なんかバルーンアートだったりとか、そういうものをやられている方。先輩がいらっしゃい。あ、すみません、突然お電話しちゃって、先輩にちょっとあのパフォーマンスのなところでちょっとお力添えをいただけないかなという。お願いします。ありがとうございます。本当にすいません、本当にこういう番組の趣旨なんです、ごめんなさい。あ、待ち合わせさん、待ち合わせ してたのね。おはようございます。あの電話の時に約束して。あ、先輩出た。あれ、なんか衣装みたいな。はい、そういうことで、みこわぽこさんです。みこわぽこ、みこわぽこ、イベントがひまわりフェスっていう風に言ってて、一応ひまわりに関連した何かっていうのを絡めていただけると嬉しいなっていうんですけど、ぜひやっていただけたらなと思うんですけれども、どうでしょうか。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。バルーンパフォーマー風船大道芸に行ってるダンディ福ちゃんっていうおじちゃんと、おじちゃん、おじちゃん、あとマジシャンのミステリックシーナーさんっていう、あとウィラブトヨタサポーターズにも指名されてる3人はトヨタ市内在住のプロのパフォーマーです。お疲れ様です。すいません、今ロケ中です。ミステリックシーナースピーカーにしてます。もし可能でしたら出演していただいて行きたいんですけれども。はい、ぜひよろしくお願いします。あ、すいません、ありがとうございます。マジシャン繰り返しが来てました。来てますね。つまりつけてる。お疲れ様です。ふくちゃん、お久しぶりです。どうもどうも、ごめんね、ちょっとね、今からね、はい、あの本番だもんね。あ、そうなんですね。なんか急な用事あった。ひまわりフェスっていうのをイベントをやるらしくて、トヨタ組3人声をかけました。あ、お願いします。ぜひぜひ、はい、開けとくんで。あ、ありがとうございます。ちょっとね、あともう今音楽流す、もうね、あの、もう出の音楽流す。すごい、もうめちゃめちゃ直前じゃないですか。じゃあ、あの、後ほど詳細またとんでもないタイミングで上げてしまった。でも別に、でも2人出てくださるということでいいんですかね、きっと。はい、3人出演ですね。ありがとうございます。お、で、風外虎もち、え、風外虎もち、これは本店ですか。こっちが本店です。はい、すいません、突然ありがとうございます。お時間作ってくださって、改めてなんですけど、あと私がひまわりネットワークのすすめトヨタ少年家族という番組に出演しています真代美穂です。トヨタひまわりフェスっていうイベントをちょっと4月の終わり頃にちょっと開催しようかなっていう、企画を今進めていまして、でこの風外さんと何か和菓子だったりとかおまんじゅうだったりとかでなんかコラボを一緒にできないかなというご相談をちょっとさせて。いや、別にそれ全然構わない。特にまあうちはあの商品の、商品の構成、商品のコンセプトとして地産地消をなりたけ取り入れたい、
豊田さんの小麦粉、卵、蜂蜜も結構豊田でいろんな産業が入ってる、まあ蜂蜜も使ったり、ね、供給してもらえることができたらそういうものを使っていきたいっていうコンセプトは持ってますので、はい、まあ、提供してもらえれば、あの、何がしか考えさせてもらいたいと思いますよ、うん、本当ですか、こんなことで、もっと無理なこと言いやがったなじゃあこれもいいですか、あれもいいですか、はい、王女お饅頭でお饅頭がちょっと夢一歩近づきました。どんなものかわからないけどっていうことですね、はい、射止めますね、やっぱ交渉がうまいですよね。どうやってやってるんですか、ちょっとね、ひまわりフェス、はい、はい、間もなく正式発表いたします。はい、まだなんかやってない方って言いました、はい、あ、もう時間、あ、残り少ない、少しある、少しありますか、はい、少しある、はい、じゃあタイトルコールを、はい、はい、それではどうぞ。トヨタ今昔写真エクスプローラー、久しぶりに来ましたね、久しぶりに来ました。 VTR ね、お時間がどのぐらいあるか分かりませんけど、はい、じゃあお時間まで行ってみますか、はい、VTR 行ってみりん、あ、違う、入れなかったで今日は、割と豊田市でも、山間部地域の、下山地区にやってきました。ここでちょっと古い写真、探してみようと思います。まあ、他の番組で、まあ、お世話になってたお寺が、まあ、下山地区にありまして、ここに本堂があるんで、あ、住職さんもうこれちょっとカメラ回ってるんですけど、はい、あ、こんにちは、あの、まあ、もうひまわりネットワークの番組で、アルズスのプレゼントもらいました。あ、ラリージャパンのイベントが、この妙楽寺の昔の写真というか古い写真あったりしますかね。大沼の商店街とかさ、あー、あっちの軽トラ乗って移動して、そこで捨ててくっちゅないよ危ない危ない商店街の方まで連れてってもらいます。すいません、失礼します。昔の写真を探してまして、はい、あ、こういう写真とか、はい、こんなんでいいですか。こんなんで、はい、いいですね、 ありがとうございます。あ、これがお店の前ですか、はいはい、あ、ちょうど前で、はい、ちょっとこれ写真撮ってもいいですかね、そこの今あの家見えるところ、 ありますね、はい、あそこはね、すごい古い家だよ。昔の写真を探してまして、はい、失礼します。はい、この辺りとか、あ、最近のこれなんです、ね、最新のどこで入れたか今覚えがない。お、ありがとうございます。そんないっぱい、これはあの俺、はい、昔の写真、あ、これ鎌倉ですか。あ、鎌倉かな、あ、八坂神社で、ね、これはどこですか。ここで長島温泉のあそこじゃない。長島温泉、ありそうな感じだったんですけども、はい、なかったですね。ちょっと最後お店、いや、でもあんなに協力してくれるとはね。あ、そうですよ。こんな格好して行ったのに、なんかみんな心よく受け入れてくれたんで、うん、はい、それが不思議でした、ね。不思議というか、不思議なんだ。一人でロケ行ってるので、はい、VTR もっと流してもらえるようにお願いします。ね、あ、お願いします。ヒヒ。ヒヒがない方。じゃない方。